いいですか。はい、ではおはようございます。12月24日の PFI セミナーを始めたいと思います。今日は、ディープカーセというタイトルで、阿部が話します。今は最初ちょっと自己紹介からなんですけど、阿部隆です。で、Twitter は TAB2314 というアカウントでやっていて、学生の時までは仙台の東北大学にいて、13年から PFI、PFM に、新卒で入って、今に至ります。で、まあ、やってることはコンピュータービジョン系の研究開発です。で、まあ、最近ちょっとこう、社会人3年目になり、お金のことにも興味が出てきた結果、なんか FX とかを始めて、そぼそとやったりしています。まあ、FX なんですけど、まあ、大体皆さんご存知の通りだと思うんですけど、まあ、いろんな通貨を売ったり買ったりして、まあ、その値段の変動で、まあ、稼いだり、あるいはお金を減らしたりするというものです。でまあ、普通為替ってそんなに、なんか1ドル何円みたいなのって、1日でそんな何十パーセントも変動するようなもんではないんですけど、ので、まあ、普通にやってるとそんなにこう、大きくお金が増えたり減ったりもしないはずなんですけど、FX はなんで、まあ、実際に持ってる資金以上の、お金を取引できる仕組みになっていて、まあ、例えば100万円元手があったら1000万円分の外貨を売ったり買ったりできるというような仕組みが入っています。でまあ、これを使うと、まあ、例えば為替が 1% 変動した場合に、まあ、レバレッジ N 倍かけてると、まあ、N% の利益とか損失が出るっていうようなゲームに変えられるというようなのがまあ特徴なのかなと思います。はい。で、まあ、ここ3ヶ月ぐらいちょっとしばらくやってみたんですけど、まあ、なんかドキドキして、なんかやってみると実際ドキドキして体に良くないし、まあ、状況を、まあ、働いてる人が逐一チェックするのを、まあ、平日の昼間とかですね、は無理だし、まあ、そんなことやってるとちょっと怒られてしまいますし、あとまあ実際こうチャートとかを眺めててもまあそもそも上がるか下がるのかなんか全然わからないのでまあこれはほぼ上半博士にしかまあ凡人には見えないなというのがまあ率直な感想でした。でも大体こういう問題があった時にまあ機械学習とかやってる人はまあこれを自動化してまあ大儲けできるんじゃないかみたいなまあ大体多分大体の機械学習を勉強した人が一度は思うことだと昔から常々考えてて、で、まあ実際 FX をやってみて、で、まあこれはやっぱり機械学習とかで自動化しないと無理だなというふうに思って、まあやってみようということでやってみたっていうのが、この発表の中身です。大体なんか機械学習系の研究室の学生の人とか、はこういう話をしているイメージがあります。なんかそんなことないですかね。はい。でトピックはテイナーで為替の動きを予測します。はい。でまあどんどんもう本題に入るんですけど、まあ、問題設定はこういう感じかなと思っていて。まあこれがなんかここ今回ドルと円にしましたけど、1ドル何円かっていう、まあ、カーブですね。まあ、ここが100円で110円でみたいなやつです。で、やりたいことは、まあ、ある瞬間の、まあ、ここに来たときに、まあ、今後上がるのか、上がるのかっていう、点線のどっちに行くのかっていうのを、まあ、ここから見て、過去の情報だけを使って、まあ、予測したいということです。で、まあ、単純化のためにも、なんか過去、どれぐらいの長さを見るのかっていうのはちょっと決め打ちにしちゃって、こうやると、そうか、見えないか。決め打ちにしてしまって、まあ、あるタイムウィンドウ幅の、まあ、履歴を、過去の、まあ、値段の動きの履歴ですね、まあ、このカーブを見て、まあ、ここから、まあ、T 分後に、まあ、今の価格より、CT 以上上がるか下がるか、まあ、上がりも下がりもしないか、まあ、大体その小さな動きにとどまるかっていうのをまあ当てようっていうタスクをちょっと考えてみることにしました。はい。で、まあ、T 分後に、まあ、
敷地以上上昇するか下降するか現状維持になるかのいずれかを予測すると。で、まあこれがもし、チャンスレート以上当たるんであれば、まあお金が無限に増えるはずだっていうのが、まあ基本的なアイデアっていうか、野心ですね。まあ、現状維持がちょっとややこしいんですけど、まあ上昇か下降かのどっちかに当てるとしたら、まあ大体チャンスレート 50% なんですけど、まあそれが 51% 以上当たれば、まあそれを延々に繰り返せば、まあだんだんお金が増えていくという目論みですね。はい。で、こういうのやろうとすると結構まあデータを持ってきたりとかそういうのがすごいめんどくさいんですけど、幸いなんか FX に関しては、まあなんかまともに叩ける API が公開されていて、なんか Forex Connect という会社なんですかね、が公開している API がありまして、まあそれのサンプルを適当にいじると、ヒストリー、まあ、いろんな通貨の組み合わせの、値段のヒストリーデータがまあガバガバッと落とせるので、それを使って、2002年から2015年のユーロ対米ドルの、5分、これって何て言うんですかね。まあ、5分のごとに、スナップショットと、その5分の中の高値と安値が入ったようなデータですね、を、ダウンロードしてきました。で、これをやると大体95万レコードぐらいのデータになります。なんか学習させるには結構十分。じゃないかなという印象ですね。はい。で、まあ、これのうち、まあ、8割をトレーディングに使って、1割をバリデーションに使って、1割をテスティングに使って、チャンスレート以上当たるものなのか調べてみようと、いうものです。で、FX とかだと、通貨の組み合わせに対して、買い値と売り値が一応ついてるんですけど、まあ、一応ちょっと差があって、まあ、その差分が証券会社の儲けとかになるんだと思うんですけど、まあ、そのうち、ちょっと今回めんどくさいんで、売り値だけを使って、まあ、売り値だけを予測するみたいな感じにしてます。なんで、売り値と買い値の幅がちょっとだけあるんで、チャンスレート以上で 51% ではちょっともしかしたら足りなくて、まあ、その幅以上、プラスアルファぐらいをの確率で当てないといけないと。で、まあ、データはこういう形で、まあ、日付、日時、時刻と、これがその売り値の5分ごとのまあスナップショットの価格と、これが各5分ごとの、まあ、高値と安値みたいな感じになってます。ちなみになんかこれをダウンロードする API はなんか HTTP で叩きやすい形に公開されてることを期待してたんですけど、そういう感じではなくて、なんか C プラのバイナリとサンプルが公開されてて、まあ、通信のプロトコルとか一切出てなくて、まあ、C プラのライブラリをこういうふうに叩くと、こういうふうにデータをしていきますよみたいなサンプルだけある感じで結構しんどい感じでした。はい。もうこれで8割方話が終わってきたんですけど、ちょっと待って。今、まだ5分ぐらいしか経ってない。で、ニューラルネットというかディープラーニングで予測、さっき言った、まあ、この予測をするわけなんですけど、じゃあどういうモデルでやろうということを考えて、まあ、大体まず最初に思いつくのは為替ってその時系列のデータなんで、まあ、リカレントニューラルネットを、まあ、なんか LSTM とか使って、まあ、いわゆるなんか時系列データの未来予測みたいな形のタスクにして解くというのが最初に思いつくんですけど、ちょっと僕 RNN とかやったことなくてちょっと難しそうだから、これは却下しました。難しそうだなというか、ちょっと当たり使いが大変そうなので。はい。で、最初にまあ試したのは、とりあえず、まあ、さっきここで見せたように、タイムウィンドウで、まあ、ある現時点から過去の何分かを、まあ、タイムウィンドウでガバッと持ってきて、まあ、これをフィーチャー、単純にフィーチャーとして、シンプルな分類モデルに突っ込むと、3値の分類ですね。アップかダウンか現状維持っていう3値の分類のモデルに単純に突っ込むと。で入力は、過去のまあ値段のデータと言ったんですけど、実際3チャンネルで、まあ、その5分ごとのスナップショットの価格、オープンの価格と、あとその5分の中での高値と安値の配慮の3チャンネルのデータが、まあ、数値方向にバーッと5分ごとに並んだような2次元のデータです。はい。
で、実際試すモデルとしては、まあ、これを普通にもう本当に仮想パーセプトロンに打ち込んで、前欠暴走を何段かして最終的な予測をするっていうモデルと、あとなんか波のデータなんで、まあ、なんか CNN に突っ込むと特徴的なその、こういう動きをしているときは上がりやすいとか、あの、なんていうんですかね。M になってる、M 字型になってたらどうだとか、なんかそういうヒューリスティックスがいろいろあるみたいなんですけど、そういうのを、取ることを期待して、まあ、CNN を使ってみてます。で、CNN、画像、これはなんか画像とかより1次元少ないデータなので、まあ、CNN の方も、N×1 みたいなパネルを畳み込むような CNN ですね。をやりました。で、実験結果なんですけど、ということで、まあ、はい。昨日の夜ぐらいからちょっといろいろ学習を回したんですけど、まあ、残念ながら、学習データにもヒットしないっていうことが分かりました。なんで、まあ、与えたデータに対してヒットするモデルも、まともにちょっと作れませんでした。で、これ終わるとちょっとまずいので、まあちょっといろいろ、まあ、なんでこんなに当たらないのかっていうのを考えてたんですね。で、まあ、ちょっとデータを眺めてみました。で、まあ、いろんなそのアップの場合の波形とか、ダウンの場合の波形とか、アザーの場合の波形をプロットして眺めてみたんですね。で、ちょっとこれ質問なんですけど、これ、この6個は、まあ、1つも同じアップかダウンかアザーかどれかで、まあ、この6つも同じなんですけど、これがその上がった時か、下がった時か、現状維持だった時か、のどれかって分かる人いますかね。加藤さん、どうですかね。この左の6つ。あ、つまり、こっから、まあ、この時点から、これ大体過去6時間ぐらいの値段です。で、ここから1時間後ぐらいに、こっから見て、上がってるか、下がってるかっていう。予測を、まあ、できますかっていう。どれぐらいの幅が幅的には、こんぐらいですかね。そんぐらいの現状維持ですかね。なんで、現状維持か、アップか、ダウン。1巻ってどのくらい時間は、すいません。これ、2メモリが、1メモリで5分。なんで、これの場合は、ここ全体で、大体72巻。で、360なんで、で、その1時間後を予測するとしたら、これが1時間後で、このぐらい先です。多分、加藤さんが分かるなと思うんですけど。負けるので、加藤さん、この場合は買いですか、売りですか。これ、情報量はならないんだよ。そう。これだけで言うと、ダメドクターで無理。まあ、他の経済指標とかもちゃんと見えるし、株とかもいろんな銘柄で見えるし。まあ、そうだ、その話の流れがあるので、とりあえず、どうですかね、弊社投資部部長の加藤さんの左。勘でやったら、いいんじゃないですかね。なんか噛んでやるとどんなもんですか。上がりそうですか。やると一番左上のやつは、あ、これ全部同じです。この6つが、これの6つが、まあ、その全部アップか全部ダウンか全部上がるかと、なんか共通性はあります。あ、右と左はどういうのがいいんですか。あ、右と左はどっちかがアップでどっちかがダウンとかの6つの、あ、それ当てがといいよ。そういうことが言いたい。変わってなかった。これは右、左がダウンで右アップじゃないか。なるほど。ちなみに結果は。ということで、まあ結構。どこで画面出ない。
そうだよ。負けろやりたかったっていうか。当たったら当たったでよかったんですけど、で、まあ、やっぱさっき情報量が足りないんじゃないのっていうコメントがあったんですけど、実はやっぱりデータをこうやってプロットして眺めてみても、まあ、あんまり分類できる気がしなくて、まあ、問題が難しすぎるっていうか、そもそも解けない問題なんじゃないのかっていう気が普通としてくるとか。で、やっぱりその入力に含まれる情報量が少なすぎるよねって話で、まあ、やるとしたら、まあ、追加、いろいろデータを追加して、してあげる必要があるかなと思うわけですが、まあ、追加できそうなソースというのは、まあ、多分この5分ごとのデータ以外の情報とか、他の通貨がまあ上がってるのか下がってるのかとか、まあ、例えばある通貨は他の通貨の動きに対してちょっと時間遅れがあって動くとかあれば、こういうのを入れたら多分精度が上がる。それからあとまあ他の経済指標のデータとか、まあ、あと天候だとか曜日だとか、まあ、あとはなんか、いろんなニュースのデータとか、まあ、そういうのを入れられると、入れないと、コインを投げる以上の、精度にはならないのかもしれないなと思っています。なんか、モデルが悪くて精度が出ないんじゃないかとか、そういうレベルを超越しても一切もうチャンスレートから、ピクリとも動かないみたいな感じなので、多分本当に根本的に情報が足りてないって感じです。ということで、思った以上に早く終わってしまうと思うんですけど、まあ、為替の動きを、まあ、ニューラルネットで予測することに挑戦したんですが、まあ、やったこととしては過去 N 時間のデータから M 時間後に、まあ、値段が上がるか下がるか現状維持かを予測するという問題を解こうとしたんですけど、単純に生の値段のデータを、また相場セプトロンとか CNN に入れるだけでは、チャンスレートをもう、クリとも一切超えなくて、まあ、残念ながらお金持ちにはなれなかったので、まあ、いろいろ新しいフィーチャーを追加したりとか、そういうところで、まあ、モデルを改善したりとかで、まあ、引き続きちょっと頑張ろうかなと思っていますので、次回に続きます。ご期待ください。ということで、ということで、すみません、ちょっと短かったんですけど、まあ、次回にご期待ください。ありがとうございました。なんかコメントとかいただけると。リーダーさんが何やってるのかって聞いたらいいんじゃない？そうですね。紹介しましょうか。ディーラーさんはコインで投げる、コインを投げるより勝ってるんですかね。いや、勝ってる。どういうお金もらってる。ですよね。まあ、聞いた話だと、だいたい1週間に100ぐらいのアルゴリズム投入してて、寿命が1週間ぐらい。ああ。なんかすごいルールがいろいろあるじゃないですか。なんか調べると、まあ、なんかこういうパターンの時は上がるぞとか下がるぞとかあるんですけど、なんかもう、なんかヒューリスティックスかつ、なんか単にそれはなんか過去のデータにオーバーフィットしてるだけじゃないのっていう印象がすごいあって、なんか、でもみんなそう思ってるから実際そう動くとかそういうのがあるのかもしれない。いや、なんか、あんまり、なんか、そう。多分なので、機械が勝てるとしたら人が見切れないぐらいの情報を与えてやらないと勝てないんだと。チャートを見て直感的に上がりそうだとか下がりそうだとかは人の方が良い。人とかプロとかの方が勝つので、そういうプロが見逃すような情報を使ってるから勝てるとか、そういう問題設定にしないと、機械はカモにされる。カモにするやつも相当研究してるみたいです、ね。だからわざとちょこっと上げて、でみんなアルゴリズミックトレードのやつが引きつられたところを引き客に。なるほど。でなんか引きつられてる人間もいそうです。それはよくある。なんかニュースのデータとかツイッターのデータとかそういう話組み合わせましょうとかは全然よくなんか。わかりやすそうだなって思います。為替だとおそらく経済的な要因以上に政治的な要因だとか
土地のインパクトが大きくて、基本的には合理的に全部決まるんですけど、政治的な要因だけは、全然違う力がかかって、合理的なので、そういうのは、もし情報として、ちゃんとそれを解釈できるんだとしたら、いいのかな、というのが一つと、あと多分短期的なところで勝つのはもう結構難しくなってきてはいるから、長期的な予測を立てるとか、そういうのも、やった方がいいんじゃないかな、とは思う。なんかでも長期的になると予測のつかないことが増えるのもありそうみたいなんですかね。なんか黒田さんが口を滑らせるかどうかを予測するみたいな話に。そういういろんな要因があって動くけども、長いところでのトレンドで見たら大体パターンですよね。短いとその分散の方が大きすぎて、資金がショートしたらリスクの方が高い。チャンスレートよりも立てるようになっても暴落を予測できないとそれ全部引き忘れてしまうっていう噂を聞くんですけど、なるほど、わからないです。そうですかね、短期的にしか持たないようなモデルでもそうなんですかね。本当に1時間先予測して、まあ、うまくいってたらそのまま確定して、うまくいってなかったらもうその場で損切りするみたいな話。何パー上がるかも、下がるのも下がるのも対照的じゃない。対照的で、まあなんで、何パー上がるかっていうのを予測して、何パー上がったらその時点でも確定して、何パー下がったらその時点で損切りしてっていう。まあ、それもできないぐらい、ものすごい勢いでドバーンと落ちたらダメなの。そうなのかもしれない。なんかでもそうです、長く持つような話だと、なんかその間になんかイレギュラーな時代が起こる可能性が増えそうな感じ。為替ってもうなんか人が一番集まってプロも集まってて、すごく熱狂者っていうのは金額も大きいけど競争もすごく激しいですけど、はい、まだ誰も手をつけていないようなすごいニッチな取引市場で、まだ最近金もかかってないようなのを買う。大豆とかですかね。大豆。大豆もまだメジャーですね。天童豆。なんか、山本さんはすごい原油をしてましたが。原油なんか、ゲームじゃなくて、サッカーゲームとか、どういうふうなのと、なんか最低とかと、まあ、それに比べて予測とか、あとは、最近だと仮想通貨、ビットコインとか、あんまり、取引量がないようなところとかをやるっていう。なるほど。そうですね。まあ、ブックメーカーとかで、まあ、なんかサッカーの試合結果の予測とかはいいかもしれないですけど、ああいうのでも結構、ヘラ線を取られるので、チャンスレートじゃダメですね。6割とか7割とかでも。競馬もそうです。1万円とかだったらいいんじゃないですか。そうです。多分 FX に参加してる人より、なんか競馬に参加してる人の方が、なんていうか、あんまり賢くない人が多いので、もしかしたら。これ、完全に、いや、合理的じゃないんじゃないですか、ね、きっと。夢を買ってる。いや、これは全然まだ本当にデータ集めて学習してみたら、そもそも学習データのロスさえ減らないっていうところで諦めたので、諦めたっていうか、まあ、それは昨日で、まあ、まだここから一回なんか本当に API がちょっと残念で、取引を自動化するところまでやろうとちょっと面倒くさそうだなと思ってますけど、多分やるつもりではあります。なんかデモコードもとかもあります。なんか機械だと細かく動けるのが強いとは思うけども、実際に手数料があるから細かく動けないとか。そうですね、でもやはり性格的にあんまり手数料が、まあ、あんまりわからない。チャンスレートを使
高めていってるというのは。そうですね、まあ、その売り値と買い値の差で手数料を取っていくのが大半なので、でまあ、そこは本当にビビったるものなので、まあ、なんでさっきのプラス A パーセント、プラススレッショルドが上と下でちょっとだけ違う感じになるんだ。上には5000上がったら利益確定で、下には4.97銭下がったら損切りみたいな。次回は多分もう僕の預金残高がこう指数関数的に増えていくところを出すスライドになると思うので、今後ご期待ください。